久保さん。まあ、結局その人にしか分からないっていう話ですね。なんかね、3、4打った時結構言われたんですよ。もったいないですね、と。じゃあ、パクられたら、なんかしてくれるんですかみたいなね <laughs>。ま、確かにもったいない。もったいない。いや、その気持ちはあった、僕も。<laughs> パクられたらなんか保証してくれるんですかみたいな。<laughs> 億万長者合宿行ったら保証あるんですかみたいな <laughs>。いやね、ほんとね、3回、三回か4回、リアルですみません、車を売ってくださいって直接言われましたし、朝起きたら、朝起きたら、朝起きて車に行ったら、名刺がかい名刺が貼ってあって、売ってくださいみたいな <laughs>。どこで見つけたよみたいなね <laughs>。結構ありますね。怖、こうもう、 やっぱね、なんかまあ、多分まあ3、4を持ってる人しか分かんないっていうか、まあ、そのオーナー、なんかの YouTube チャンネルでも言ってたんですけど、やっぱ怖くて乗れないってことですよね。うーん。本当に。でも正直、あの、車、値段上がらなかったら絶対売ってないですよね。値段が上がってなかったら絶対売ってないですよ。だってもう、そもそもね、二十何万キロ、二十三万キロぐらい乗ってたんで、もう100万キロ行くぞみたいな勢いで乗ってましたから。 まあ間違いなく上がってなかったら売ってないってこというのは間違いないですね。うーん。そう。だって普通にしかも売ったところで大した金にならないじゃないですか。23万キロ乗ってる車って普通に考えたら大した金にならないんですよ、全然。まあ廃車みたいな話ですよ。普通の中古市場。普通だったらね。普通10万キロ超えたらもう全然すげえ下がるんで、普通だったら。うん。まあ、異様な金額で売れましたけど。うん。 まあ,なんかある意味奇跡ですね。本当に23万キロ以上乗ってあの金額で乗れるっていうのは本当奇跡だと思います。普通じゃ考えられない現象が起こったなっていうのは思いますけどね。うん。だからその、なんですかね、僕は一軒家住んでないんですけど、住んだ,ら住んだ人しかわかんないですよね。あの、なんですか、わーい、ついに俺も一軒家か、みたいなね。 雑草が生えてくるぞみたいなね <laughs> 雑草を今までね狩るなんてことしてなかったかもしれないですけどうわ雑草だみたいなねなんか久保さんが前々なんか雑草になんかお湯かなんかかけてる動画見たような気がするんですけど、ね、家一軒家持ってみないとわかんないですよね雑草雑草あったかみたいなね <laughs> 手入れねあとまああのね屋根とか、まあ、いろいろありますよね修繕とか うん、だ持ってみないと使ってみないとわかんないやってみないと分かんないっていうのがねあのー、結局なんですよ。うん。いってらっしゃい。